こんにちは、テニスポットの小畑です。今回は初心者の方向けのスライスサーブの打ち方についてお伝えしていこうと思います。で、以前ですね、スライスサーブの練習方法という動画は結構前、1年前ぐらいですかね、その時に撮ったんですけど、その練習方法とは別で実際にどういうものかっていうものを打ち方から解説していこうと思います。で、皆さん結構スライスサーブっていうともう本当にギュインギュインに横に曲がっていくスライスサーブと、ちょっとスピン気味の軌道で入ってくるスライスサーブ、ちょっとトップスライスっていうんですよね、そういうものをイメージするかと思うんですけれども、今回はフラットサーブにちょっとスライスがかかっているようなものをお伝えしていきます。はい、どんなものかっていうと、最初の冒頭で僕何球か打ったものなんですけど、実際フラットサーブっぽく見えるじゃないですか。で、あれは実はスライスサーブでして、で、スライス回転をかけることによって、フラットだともう本当に重力のまま落ちてくるんですけど、スライスサーブになるとその回転で滞空時間が少し長くなって、その落ちてくれるので、オーバーもちょっと減るっていう利点があるんですよ。それをフラットサーブにほんの少しだけかけて、ちょっと確率の高い、ちょっとスピードの落ちたフラットサーブっていうのを皆さんが打っていただければ確率が上がるのかなと思ったので、今回お伝えしていく流れになります。で、これは実際にプロネーションとかそういう複雑な動きは一切なく、むしろ余計なものを省いていってスライスサーブにしていく形になりますので、サーブに自信がない方だとか筋力に自信のない女性でもうまくできると思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。はい、ではちょっとどんなものかお見せしていきたいと思います。で、まずフラットサーブですね。フラットサーブがこういうまっすぐのサーブになるんですよ。フォルトしたのを気にしてください。はい、で、これにちょっとだけスライスオフになります。多分動画だと分かりづらいと思うんですけど、少しだけ回転がかかってカシュっていう音がなったんですよ。YouTube で分かるか分かんないんですけど、そういうサーブになります。で、横回転になるんですけど、横回転をかけていくと滞空時間が少し長くなるんですよ。やっぱまっすぐでパーンって開くと、若干トップスピンかかったりとか、もうそのまま無回転で入っていくと、やっぱり重力に負けてだんだん落ちてって、ネットのボール1個上ぐらいのとこ狙わないとフラットサーブ本当に早く入らないんですよ。本当にもうすごい2メートルぐらいある人だったら、多分吉田コーチぐらいだったら、2メートルないかです入ると思うんですけど、皆さん僕ぐらいの平均身長とかだとやっぱりなかなか入りづらいので、滞空時間を伸ばしていくことによって、ボール1個上からラケット1本分ぐらいまで、この幅でこっからここになるだったら結構入るじゃないですか。なのでそれをできるようになっていくので、サーブの確率が悪い人のために伝えていこうと思います。で、打ち方としてはもう本当にシンプルで、ボールをフラットサーブまっすぐ当てているところから、ほんの少しだけ面を開くっていう、閉じるっていう、閉じるどっちか分かんないですけど、閉じるは開くか分かんないですけど、コメント欄で教えてください。なのでこちらに面をちょっとだけフレーム側を相手に向けていく形で、振る方向はフラットでまっすぐ振っていくのに対して、同じ方向にちょっと開いた状態で振っていくと、飛ぶ方向は一緒で、若干左に曲がるんですけど、同じ方向に飛んで回転が少しかかっている、本当にこれだけです。なので今日は動画これで終わっちゃおうかなと思うぐらいなんですけど、ちょっと今回はもっと説明していきますので、ご安心ください。今はもう簡単に本当にもう少し面を開いて振っていって、スライス回転をかけましょうってことをお伝えしたんですけれども、本当にこれだけでスライスかかるのかと思って、まずじゃあ左に曲がりすぎて入んねえじゃねえかって結構言う方もいらっしゃると思うので、細かく言っていくと、プロネーションっていう動作あるじゃないですか。うちの YouTube チャンネルで一番再生されてる動画なんですけど、よかったら見てください。はい、そちらのプロネーションの動作を省く。今プロネーションを使うと、まっすぐ叩くサーブなので、これをなしにして、もう本当に腕を前に振っていくような感じ。ちょっといきます。ここから開いて、開いて、そうすると2球目、今スライスかかったの分かると思うんですけど、そうやってまっすぐ振っていくと、もうラケットの軌道を見ても分かる通り、ちょっとボールの右側を叩いて、だんだん少し巻いていくようなイメージに見えると思います。実際は巻いてるんじゃなくて、ただ面を開いたまままっすぐ振り下ろしていくだけで、これでやっていくとスライス回転がかかってフラットサーブに打てます。はい、なのでぜひこれをやっていただきたいと思います。はい、ただでもこれで終わっちゃうと、皆さんじゃあどうやって練習すればいいのか、どういう風にそれを実践していけばいいのか分かんないと思うので、ちょっと練習方法を簡単にいくつかお伝えしていこうと思います。ただこれを習得するために段階を踏んでいく必要があって、ここをまず最初いきなり普通のサーブで同じようにやると本当に左に曲がりすぎちゃうと思うんですよ。なので最初は下半身を使わないで、ラケットが上に担いだ状態、この状態からこの当て方を、感覚を身につける、こんな感じ、
もうここ下は全然使わないで、本当に腕の振りだけ覚えていくっていう動作になってるんですけど、これを何球かやっていきます。じゃあちょっとやってみます。はい、で今ちょっと腰から上だけで、まあ、腕の振りだけで打っていくっていう動作だったんですけど、次はじゃ あのこのまま普通のテイクバックも入れてやっていくとブレてしまうので、次は足だけ使って今と同じことをやっていきます。今の状態からトスアップした後に膝を軽く曲げてもらって、踏んでもいいです、踏まなくてもいいので、それを伸ばしていくのと同時にラケットを曲げて、はい、でちょっと今足を使ってやってみました。ただちょっと吉田コーチにも今いじられたんです。フォルトが目立ちましたということで、ただフォルトしても、まあ、これちょっと僕の言い訳なんですけど、フォルトしても気にしないで、まずはその下半身を使っても同じように当てれるっていう感覚を重視してやっていただけるといいかなと思います。でこの後になってくるとテイクバックをつけて今のことをやっていくんですけれども、これになると一気にできなくなる人がもう本当にお客様ですごい多くて、でそれなんでかっていうと、テイクバックを雑に考えて、もうとりあえずラケットを肩の上に上げれば OK と思ってる方いるんですけど、これでやっちゃうと結局その練習ができないんですよ。なので自分で素振りでもどういう風に上げたらその形になるのかっていうのをちゃんとイメージしてあげて、そこからテイクバックして膝曲げて打つ、そうすればさっきと同じじゃないですか、やってること。なのでそこをイメージしながら打っていくのが重要です。今からはちょっと下からテイクバックをして、今みたいに面を少し開いたスライスサーブやっていきます。ぜひ見てください。では行きましょう。はい、では実際にテイクバックして足を使ってっていう動作でやっていきました。まあ、今みたいな感じですね。まあ、ちょっとフォルトが多かったっていう自分の反省点もありながら、ただ実際に普通のフラットサーブ打つよりもやっぱり確率が高くなってくるのと、直接ボールをまっすぐ当てない分、肘とか手首の負担もやっぱり軽くなるんですよ。なので本当に例えば早く打ってもすごい打っては悪いんですけど、トッププロとかじゃなければそんな思いっきり打ったからエース取れるとかっていうわけでもないので、少しスピードが落ちてもやっぱり確率を上げていく、で僕も確率を上げなきゃなと思ったので、皆さんでぜひこういうのを実践しながらサーブの確率を上げて楽にテニスができるようになってくると、サーブで怪我がする人がなくなるんじゃないかなと思うので、ぜひ実践してみてください。はい、では今回の動画は以上になります。私の YouTube チャンネルではこのようにテニスを上達するための方法だったりとか練習方法だったりを発信しているので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄にはインスタグラムのリンクを貼っておりますので、そちらも登録お願いします。ではありがとうございました。